国内通信ビーチカルチャー浅香さんです。こんにちは。こんにちは。池田さんこんにちは。さあそれでは、はい、まずサーフボード、はい、今年の一押しのサーフボード、これは、まあ、そうですね、低価格帯で、樹脂カラーとかも綺麗にできる、ここら辺のサーフボードですね。あとはデストネーション、はい、ライダー池田純、はい、ジョエル・チューダーと肩を並べ、はい、新色も出揃いました、はい、そしてその他諸々便利グッズがあり、こちらはシンジケート、これはですね、若者向けの、全く新しい、サーフアクセサリーということで、ちょっとカラフルなね、ああいうカラー展開でやっていきましょうということで、はい、そしてジェーン・オプチック、カリフォルニアのサングラスメーカーです。はい、そしてこちらユージン・ティールさんも愛用中のゼン、こちらはサプリメント、サプリメント、そしてこちら田村社長です。田村社長です。儲かりすぎてベンツ買うそうです今度。はい、買わない。さあ次オリジナルのフィンです。スケッグフィン、これはあの深川達也モデル、はい、これはベントしたりしてですね、これ前家直モデルということだと、カリフォルニアのフィンザンリミテッドジョエルチューダーフィンですね。ケニー泉品もありますね。ケニー泉もありますよ。さあそしてこちらスケートボード、サーフィンのトレーニングにはもう欠かせない、低価格、これまた安くてね高品質のイントロスケートボード。さあ今年の一押しは、そうですね、今年の一押しはやっぱりジェン・オプティックとあとシンジケートでしょうか。はい、じゃあ見てみましょう。これは特に今動いているのがこの最近クリアレンズのね、若者に大人気でございます。売れてます。そして、ブランニューシンジケートブランド、これ全部あの今若い選手たちライダーがねずらりと並んでいますが、まあ、彼らがこの世界に出ていろいろインスパイアを受けたことをブランドに。これはプライベートブランドですか。そうです、オリジナルですね。はい、ありがとう。